はい、どうも皆さんこんにちは。私木野と申します。モノルーム実況続きから始めていきたいと思います。前回ですね、エンドもね、もう残るは、4エンド4だけになりましたね。はあ、ここがいいかな。あ、エンド4をさてどうやって手に入れるかっていうところなんだけど、アイテムでね、このペットボトルをね、唯一使ってないんですよね。これをなんとかして使いたい。小さなメモを手に入れた。そう、これをね、ちょうど手に入れたのがこのファイル4のはずなんですよね。で、鍋の中は骨まで美味しい人肉スープが入っています。栄養満点で食べれば体が温まり気分が良くなったりします。ということで、冬にはもってこいの人肉鍋。皆さんはいかがでしょうか？で、私てっきりここで水を入れるもんだと思ってたんですけど、水は出ないみたいなんですよね。ペットボトルを手に入れた時点でもう水が出ないということは、入れられるのは鍋のものしかないんですよね。これは入れられるのか、まだ入れられない。あれ、ダメか。匂いを嗅ぐ。あ、そっか、これは人肉スープなのかっていう意識はもうあるんだね、このメモのおかげで。触ってみる。あー、ごめんあー、ごめん、ペロ、ちょっとだけ。あー、はい、ごめんなさいね、ごめんなさいね。お、あー、ごめんなさいねそうか、じゃあこれは壁蹴って絵を落として、あー、見たくないんだよね。みんな目つぶって。いくよ。はい。あー、やばい。私見ちゃった。今一瞬見ちゃったよ。これは、あ、そっか。一回目は、あー、怖い。もうダメだね。この絵本当にダメだね。この絵はね、本当にダメ。なんだか気持ち悪くなってきた。いや、そうだよね。そりゃそうよ。あれ、なんかあれ出てこなかったっけ。ちょっともう一回見ますよもうね、目を合わせたくない。う、そうだ、これで一回吐いて、私をずっと見つめないでになって、はい、もう一回皆さん見ますよ。はい。で、ここは継続してずっと見つめて、目がウェーってなるまで見て、はいよし。お、これで人が出てくるんだね。もう、あゆむさんたら、さっきからずっと声かけてるのに。そうだったのか。やっと気づいてくれてよかったわ。いつの間にか二人が部屋にいる。いや、俺が気づいていなかっただけなのか。あのね、とても気になるものを見つけたの。あー、ここでメモをもらえるんだったよね。メモじゃない、オカルト雑誌か。これで、ラビリス。そうだよね、ラビリスについて書かれていると。もしかしたら僕たちもこの人と同じ悪夢を見ているんじゃないのかな。オカルト雑誌を手に入れた。オカルト雑誌。あ、これは、そっか、内容は同じか。じゃあ一応この人たちといっぱい喋っておいて、これもでも何か関係があるのかな。特になかったらあれなんだけど、一応ね、念のためにね、雑談。でも他のエンド見た限り、なんだろうね、なんか精神世界的なところではあるのかな。みんなそれぞれに悩みがあるのかな。でもなんか知ってる人っぽいっていう不思議な感じだよね。ファイル5にしておこうかな。他はカビ臭い。他は何もない。あ、そっか、缶詰、大事な食料だ。お鍋がない。あれ、お鍋なくなっちゃったじゃんあれ、次行ったらもらえるんだっけ。お鍋の中身食べてない。あ、でもそうだよね、冷めないといけないんだもんね。冷まさないといけないからね。それでいいと思ってるのか。これがあれかな、会社で言われてたセリフなのかな。あれ、鍋がなくなっちゃったぞ。中を見てみる。はあ、見ちゃった。産地が減った。8だったらまだ大丈夫かな。雑誌の挿絵を手に入れた。
これがあの、そうだよね。あ、これも産地が減るのか。7って微妙だな。7はまだ大丈夫かな。いっか、これでとりあえず出ようかな。はぁ同じところでいっつもさ、びっくりする。何かが迫ってくる。で、ここで何かに追われるのに、のから逃げて、どこ向かって歩いてる？え、何言ってんの？早く諦めろ。どういうことなんだろうね。一回目は結構会社で言われそうな言葉だったけど、早く諦めろってどういうことだろう。諦めたくない。僕は、何ちゃん？ルカちゃんと付き合うんだ。コンロ台。あー、やばい。あー、ダメだ。ちょっと4に戻って、あ、5に戻って、産地が減ってない。あ、間違えてる。セーブしちゃった。ちょっと戻って、あそこまで飛ばします。はい、というわけでね、もう一回、ファイル4からやり直してみようかなと思います。まあ、これはね、やんなきゃいけないことだと思うんですけども、この鍋をどうにかして冷まさなきゃいけないんですよね。で、私、ない脳みそを振り絞って一生懸命考えました。この部屋から出れば多分時間が経ってサラサラした状態になるんじゃないかなと思うんですよね。なんでこの状態で一回出てみようかなと。うまくいくかな。これで確かサラサラ触ってみてサラサラしてたらそれでいいと思うんですよね。お、冷めてるぞ。これに入れよう。よし。ペットボトルにスープを入れた。やったー、やったー。セーブセーブ。嬉しい。すごい嬉しい。で、この絵をみんな見ますよ。せーの。で、最初は一瞬で。で、2回目も一瞬で。3回目も一瞬で。で、4回目はずっと見ますよ。はい。皆さん、大丈夫？ちゃんとみんな手で隠してる？私手で隠してます。よし。解決。あゆむさん。よーし。じゃあ、こっからはしばらく、あれかな？同じ流れかな？オカルト雑誌。ラビリス襲来。恐怖欲の神。恐怖欲ってなんだろうね。ホラーゲームめっちゃやりてーみたいな感じかな。そんないないよね、でも。ここら辺はまあ、同じところだよね。でもまあ一応ね、念のため、もしかしたら好感度とかもあるかもしれないからね。人の好感度ばかり気にして生きていくって大変だよね。突然の語り。これはじゃあここでセーブしておこうかな。そして、缶詰をゲットしておいて、出ますか。はぁ、どうなるかな。でね、これが言われてたことだなんてね、これが言われてたことで、後々はね、自分を責める言葉だったんだね。この雑誌の挿絵は見ると産地が減るし、ここも目ん玉で産地が減るから見ません。この部屋はだから特にやることもない。あ、そっか、これか。びっくりした今。ここで気配を感じて何かが、よし。お、なんか変わったぞ。なんか変わったぞ。セーブ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 。変わった時はセーブ。なんだろう、何が起こるんだろう。ワクワク。異臭がする。怖い怖い怖い。あれ、何もないぞ。ベッドがズタズタ。あれ、
なんもないじゃん。出ちゃうよ。え？どこに向かって歩いてる？そうだよね。これも言われてるところだよね。あんまり。わ！満腹度がもう6だ。お菓子を食べてる。いいね。正常だね。正常だよ。いいよ、いいよ。産地は8。じゃあ、ここで一回缶詰食べましょうか。赤いスープ入り。いただきまーす。よし。じゃあ、ここで一旦出よう。さあ、この後。多分、テレビを壊すところかな？でもさ、喉渇いたって言って、この子にさ、人肉スープあげるの？どう思う？それ。どう思う？でもちょっとやっ。いや。まさかそんな。あげた方が良かったのかな？じゃ、ちょっとあげる方にしてみようか。これかな？あれ違ったかな？あ、でもちゃんと持ってるね。ここは見ないでおいて。あ、まだここか。はあ、緊張する。人肉スープなんてあげていいのかな？でも、知らなければね。知らなければ大丈夫だよね。というね。喉渇いたってね。そりゃそんなにお菓子食べてればね。バリ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 。セグ。缶詰食べようか。いただきます。よし。じゃあ今度こそ、トワくんに人肉スープをあげよう。いいのかな？いたいけな少年に。いや、オカルト好きな少年に。喜ぶかな？逆に。これ人肉スープの、スープだけどどう？みたいな。ちょっと待って。最初に話しかけて、喉乾いた。力になるよ。何それ、美味しいの？わからない。随分と赤いわね。ミネストローネかしら。ちょっと匂い嗅がせてよ。ああ、今開ける。どうしたの？あれ、開かない。あ、蓋を回す方向が逆だった。ドジっ子。ドジっ子。あ、ほら、そうなるよね。あはは、なんだよ。歩夢くんってちょっと天然なのね。はい？真面目バカってやつ？どういうことだよ、それ。いいね、場が和んで。え？あ、びっくりした。褒め言葉のつもりだよ。歩くんのそういうところ嫌いじゃないわよ。ちょっとだけ癒された。なんか馬鹿にされてるようにしか聞こえないぞ。馬鹿にしてます。何？今のは一体。テレビの雑音が消えている。歩くん、テレビなんてこの部屋にはないよ。と、鳥肌。え？どういうこと？なに、そういうのやめようよ。歩くんって視力は低い方？否定はしない。私もね、ゲームのやりすぎだからね。歩くんさっきから何もないところをじーっと見つめてたりするけど、本当に大丈夫？ああ、多分な。え？どういうこと？この部屋って二人にはどういう風に見えてるんだろう？他に何か、他に何かするものはないかな？どういうこと？出ていいのかな？どうした？やつが。何がいたんだ？扉の先。無数の触手に大きな目玉。ラビリス。トワ君、それって。
怖い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 。え？何？どうすればいいの？え？ ラミリス。ラどうなるの？どうなるの？逃げてないよ。ラミリスの方に行ったよ。どうでしょう。この言葉はきっと自分への言葉なんだろうね。責めた言葉なんだろうね。どうしてかな？とても嫌な予感がするの。なんか言ってよ。お腹も空いた。わ、全部てんてんてんだ。穴もない。自分と向き合えることができる、向き合うことができるのか。このシーンか。いつもだったら一人だった。あれはラビリス。嘘でしょ？二人に近づくな、怪物。体が震える。落ち着いて、歩夢くん。こいつは恐怖を欲する神。あ、そういうことか。こいつ自身が恐怖を欲するのか。欲するか。僕たちが怯えれば怯えるほど危害を与えてくるはず。なるほどね。怖いと思わないようにして。わー、トワくんがすごい頼もしい。そんなもん、無理だろう。ルカは全身を震わせ、声にならないような声を出している。いや、そりゃそうだよ。こんなの目の前にしたら、畜生どうすればいいんだ。とりあえず笑う。あ、この選択肢しかない。あははは。どうしたの、歩夢くん。とうとう発狂しちゃった？しとらんわ。あ、やばい、関西人。恐怖を感じちゃいけないのなら、それ以外の感情をぶつけてやるまでだろ。ほら、ルカさんも。さっきの素敵な笑顔をもう一度見せてくださいよ。キュン。歩夢くん。俺のこと天然だって、真面目バカだって笑ってやってくれよ。あはは。変なの。この顔のトワちゃん、ちょっと怖い。ふふ、あはは。やっぱり歩夢くんって変な人ね。わー。これはラビリスの言葉だったのか。やばい。今度は10円じゃなくて100円かな。あの二人どこ行ったんだろう。あの二人も、あれかな、それぞれのところで、打ち勝って、この同じ部屋の別の空間にいるのかな。小さい発見なんですけど、縁がギザギザになってる。というね、ギザ十情報でした。これでじゃあ今度こそ、わからないを選択しようね。飛ばさずに。これがね、なかなか難しい。飛ばさずにね。飛ばさずにね。間違えて違うを押さないように気をつけながら、モノリスさんの話をはしょりつつ、もう何回聞いたんだ、この子の話。モノリスさんは一体何だったんだ？リスなのか？それとも猫なのか？シルエットは猫だけど、この状態だとリス？さあ、この辺かな？わからないを選択しましょう。でも、ここら辺も一緒なんだよね。もう一度考えてください。神様のせい。私はそう思いません。宇宙。残酷だなぁ。出られない、閉じ込めているのはあなた自身と。そうだよね。会社で受けた、暴力。言葉の暴力ね。いやー、怖いね。こういうことに合う人生にならなくてよかったよ。そうだよね。逃げ癖がついてしまった。もうやめてくれ。どこに向かえばいいんだ。思い出してみてください。一番最初に望んだ答え。最初に望んだ答え。そうか、そうだったな。今まで何やってたんだろう。迷うことなんてなかったんだ。よし。これで、電話は出るでしょ？お忙しいところ恐れ入ります。畑歩様でしょうか？はい。ここも全部一緒だよね。今のところ。気がついたら俺は病院のベッドで寝ていた。数日間飲まず食わずして部屋で倒れているところを大家さんが気がついて、病院まで運んでくれたらしい。優しいね。会社にはちゃんと事情を説明して思い切って辞めることを伝えた。働いていた時のことはあまりよく覚えていない。だけど、あの部屋に迷い、
込んでいた時のことは鮮明に思い出せる。あれは自分の気持ちとの戦いだったのかもしれないな。その戦いに勝利し、おお、この辺こんな感じだったっけ？おかげでこうして外の世界を見ることができている。今なら胸張って言えるだろうな。今を精一杯生きていると。おお、素敵じゃないですか。あー、これが一番いいエンディングかな。あー、無事にエンド4も回収することができました。回収というか、これが一番見たかった。やっぱ主人公がね、幸せになって終わってほしいもんね。いやー、でもどうだったんだろう。モノルームっていうのはやっぱり主人公たちが、まあ、ルカちゃんとかトア君も含めて、やっぱり悩みを解決させるための食療法的な部屋だったのかな。ね、それで死なない、地震しないように配慮をして、まあ、食療法で治していって、また社会復帰をさせると。お、なんだ？ずっと長い悪夢の旅をしていた。自分の気持ちに嘘ばかりついて逃げていた。今思うと悔しくて、なんだか恥ずかしい。もどかしい気持ちを紛らわすために、外を歩いた。おお！懐かしい外の香りは、重たい心と体を軽くしてくれた。いいね。そんな時の、ああ！二人とも！無駄にした時間も、価値ある人生の一かけらとして、大切にしていこうと思ったのは、ああ、この出会いがあったからなんだね、きっと。これからもずっと、エンディング 4! うわー、皆さんご視聴ありがとうございました。素晴らしい。みんな再会できたんだね。はぁ、幸せだね。さて、これで、このモノルームも終、お？おい。最後まで遊んでいただき、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。無事、すべてのエンディングを見届けたようですね。見ましたぜ。いかがでしたか？いや、とても良かったですよ。まだ物足りないでしょうか？え？残念ながらこれ以上語れるお話はございません。ほうほう。さて、私はそろそろ次の迷い人を迎えることにします。忙しそうだね、なかなか。さよならは言いません。なぜなら、なぜなら。あなたも彼らのように迷い人となるとき、モノルームで出会うことになりますから。なんだろう、優しいようで怖い。ナビリスに会いたくない。あー、という最後かな。いやー、面白かった。皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。まあね、悩み多き人生ではございますが、嫌なことが多い人生ではございますが、皆さん頑張って生きていきましょうね。何かあったらいつでも悩み聞きますよ。悩み聞くアプリとかもやってるからね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また別のゲームでお会いしましょう。